皆さんこんにちは、教師の渡辺です。本日はですね、屋根の換気についてのお話になります。屋根裏という箇所なんですけども、こちら屋根裏はどうしても湿気が溜まりやすい箇所になっておりまして、こちらの湿気しっかり逃がしてあげないと、この写真のように、こちらは無気天井の写真なんですけども、無気天井にシミができてしまったり、この写真のように塗膜がひび割れてしまったり、最終的にはですね、この写真のように剥がれてしまったり、あとはですね、この写真のように、屋根裏のこちらは中の柱の部分になるんですけど もう柱自体が傷んでしまったり、家全体を劣化させる原因となってしまいます。ではこの屋根裏に溜まった湿気、どうすれば、逃がすことができるのか、これからご説明させていただきます。まずですね、この湿気というものは基本的には下から上に、逃げていくものになりまして、なのでこちらの図のように、無気換気と胸換気セットでつけてあげることで、効率よく空気の循環を生んであげることができます。無気換気であれば、屋根の面積の900分の1、胸換気であれば屋根の面積の、1600分の1、設けられていれば、こちら十分な、循環を生んであげることができます。ただですね、よくこういった家の正面などに通気口ついているお家あると思うんですけども、こういった通気口だけですと上下の空気の循環ですね、生んであげることができず、こういったタイプの通気口は屋根面積の、300分の1必要となります。そして例えばなんですけども、無気換気だけがついているお家になりますと、こちらの場合は屋根面積の250分の1、通気口が必要となります。こちらの、数値ですね、見ていただいても、無気換気、胸換気セットでつけてあげることが、非常に、効率が良いことがわかります。でですね、こちらの図のように2階に屋根がついているタイプのお家だけではなく、1階にも屋根がついているタイプのお家だと思います。そういったお家の場合は、2階は2階で屋根面積を計算して、無気換気、胸換気をつけてあげて、1階は1階で別で屋根面積をつけてあげて、無気換気、胸換気つけてあげる必要があります。でですね、昔のお家、木造住宅などですと、断熱性、気密性がなくて隙間風で寒いっていう話よく聞くと思います。こちらはですね、デメリットだけではなくて、お家にとっては非常に良いことでして、隙間風が多い分空気の循環が取れているということになります。なので昔の街は湿気なので、お家が劣化しにくく長持ちしているお家がよくあります。逆にですね、最近のお家ですと高気密高断熱の住みやすいお家になりました。ただ住みやすいお家になったからこそ、湿気が逃げ出すことができず、こういった無気換気、胸換気が必要となっております。で、こういった無気換気、胸換気がない家はどうすればいいのというところなんですけども、こちらですね、後付けできるタイプがございますので、皆さんご安心ください。屋根の換気についての、お話でした。次回もまた見てください。じゃあね。